許せないのだ。天皇が許せないのだ。僕が人生に失敗して貧困にあえいでいるというのに、あいつは税金でぬくぬく裕福に暮らしているのだ。こんな不平等、絶対に許せないのだ。どのみち、僕は近いうちに破滅するのだ。どうせ死ぬならその前に天皇を殺してやるのだ。天皇を殺して死刑になってやるのだ。ということで皇居に忍び込んだのだ。覚悟するのだ。天皇粉砕なのだ。おや、お客さんでしょうか。はう。ずいぶん疲れた顔をされていらっしゃる。よろしければ少し休んでいきませんか。わわわ。さあ、こちらへ。外は冷えたでしょう。今、温かいものを用意しますね。いらねえのだ。僕はお前を、殺しに。そうですか。何か訳がありそうですね。よろしければ私に聞かせていただけないでしょうか。わうわ。そうですか。大変な思いをされたのですね。ぐすん、ぐすん。なのだ。将来が不安で、盲導していいかわからないのだ。さぞかしおつらかったでしょうね。それでやけになってあなたを殺そうと思って。ずんだもんさん、人間一人一人は誰もがとても弱い存在です。さまざまな困難に直面し、心が打ち砕かれてしまうこともあるでしょう。しかし人間は長い歴史の中で築き上げてきた社会や文化の中で、他の人間と支え合うことで、どんな困難にも立ち向かう強さを持つこともできると、私は思います。ずんだもんさん、どうかもっと人を頼ってください。この日本という国を、社会を信頼して、助けを求めてください。あなたのような不幸な境遇にある方が、希望を持ち続けられる日本であるように、私は祈っています。天皇陛下、ありがとうございますなのだ、ぐすん。僕は翌日、市役所に生活保護の相談に行ったのだ。この国に頼りながら、もう少し生きてみようと思ったのだ。